アルコール数の低さとかこの色の色調からすると内陸のワインなんじゃないかなって、うん、まあでも僕はもう決まった私も決まりましたうわもう整っちゃったのワインはモンドゥーズという黒ぶどう品種から作られたフランスサヴォワ地方の赤ワインです。サヴォワ地方はフランス東部スイスにほど近いエリアに位置しており、軽やかでジューシーな白ワインや赤ワインを産するエリアとして知られています。そんな中でひときわ存在感を放ち、サヴォワを代表する黒ぶどう品種と言われるのがモンドゥーズです。このブドウから作られる赤ワインは色調が濃くスパイシーで野生味あふれるアロマ、酸味が強く長期熟成のポテンシャルを持つとされています。さて今日も張り切ってブラインドやっていこうと思います。今日はこのお三方をお迎えしてのブラインドです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ブラインドさん、はい、お願いします。紫強いですね、うん、透明感のある紫、うんうん、結構スミレの香りとか結構強いですね、うん、ブルーベリーとか果実の普通にフレッシュなブルーベリー果実、ね、クラッカーっていうちょっと潰した状態ぐらいの感じ、真っ赤スミレ、あとは黒胡椒かな、うん、黒胡椒、うん、スパイス、うん、スパイス、うん、アルコールはそんなに高くないようなイメージですね。なるほど、うん、何パーぐらいですかね。 12.5% かそこぐらいかなと思いますけどね。わ、味わいはそんなにアタックそんな強くないんですけど、うん、広がりの酸はやっぱ結構効いてますね、うん、でタンニンはそんな あんまり強くないですけど、アフターフレーバーのスパイシーさ、うんはい、すごいですね、うん、本当にあの白胡椒みたいな、うん、黒胡椒&白胡椒みたいな、うんうん、なるほど。黒胡椒があると結構シラーを疑うことがあるんですけれども、 そうですね、うん、それにしてはちょっと色調が淡めな気がいたしました。難しいですね。いな、これは、まあ、でも僕はもう決まった私も決まりました。うわもう整っちゃったのあら、待って待って待って読んだら自信があるわけではないんですよ。可愛いキャラえ、マジわかんねえ、うん、ちょっと動物的なニュアンスもありますね、うん、スパイシー動物的、なんかね、それだけ聞くと本当にシラーっぽいのコメントある感じですね、はい、でも、どこら辺がシラーじゃない、まあ、ってミカさんおっしゃいましたっけ。シラーですともう少し色が濃い感じなのと、うんうん、動物的の度合いがさらにもうちょっと高い。なるほど、ほんのりとしかはいないってこと。このアルコール数の低さとかこの色の色調からすると内陸のワインなんじゃないかなって思ってますけどね、うん、はい、はい、まだちょっとあれだけどお気づきでした、はい、浦川さん待ちたってことは、はい、2人はもう整ってるようなんで、では行きましょう。浦川さんは最後にね、行きましょうか。はい、僕シラーと迷うけどけどブラフレンキッシュ、あ、オーストリア、オーストリア、ニーダーエスタライヒ州、違う、ブルゲンラント州ですね。あ、そう、ブルゲンラント州、はいはいはい、ブルゲンラントですね。で、ヴィンテージからですね、2021、価格4000、満点があるのか。ミカさん、行きましょう。私は、国は同じなんですが、ツバイゲルトの方を使って、ツバイゲルは。ツバイゲルト、オーストリア、リーダーエストライヒ、2021年、価格が3000円。3000円ということで、ここまでは、まあ、オーストリア、ヨーロッパの方のね、オーストリアを代表する2大黒ぶどう品種、はい、ブライフレンキッシュ、ツバイゲルトと来て、そして満を持してザックスでも出た。浦川さんお願いします。実際僕もツバイかブラフレンキッシュかで迷ってて、うん、パクるんですね。おお、パクってやろうじゃねえか。正直ね、この流れ違いのを言うやりくやと思ったら、いやでも本当に迷うそこがいい。いや違う、マジで、あ、やべえ、これ先に言っときゃよかったって本当に思ったパターンだったんだけど、ツバイかブラフレンキッシュかでも、うん、僕はツバイゲルトでいきます。ミカさん派で。お、はい、ツバイゲルト産地はね、どうしましょう。
正直全然なんかハンガリーじゃない、オーストリアのやつが全然頭入ってないですけど、うん、バッハウぐらいにして、バッハウ、バッハウがに、はい、21、21、21、いや22にしようか、22で、はい、で価格は4000円、はい、ありがとうございます。なんとオーストリア勝負ですね、ツバイゲルトがお二人とブライアン・フレンキッシュいきましょう、うん、はい、正解はブラインド小瓶セット第3弾発売中、はい、正解はいないです、いない、いない、2巡目いかないですけど、ただね、あのすごくあのもう聞いてて面白かったですね、シラーかなとかオーストリアかなとか。じゃあ出す前にヒントだけでしょ、パッと思いついた人、フランスのワインです。へえ、じゃあシラーですかシラー、他は何がありますか、シラー以外で。ああ、あれ、このまま、ジュラサボアケ、なるほど、はい、行きましょう、はい、モンドゥーズですね、やっぱサラダ、あ、そっか、はい、そのシラーみたいなスパイシーさはモンドゥーズだからか、意図的にはね、あのまさにオーストリアなんていうのはあのめちゃくちゃあのコメント的には素晴らしいですし、うん、全然出てこなかった、初めて飲むんですけど、モンドゥーズマジですか、サボはね、はい、価格だけね、ちょっと見ていきましょう、この前にですね、価格が3200円ですね、はい、非常にピュアなあのジューシーなワインかなと思うんですけど、さて感想戦ですけども、どうでしょう、モンドゥーズでも出てこないなかなか、まあ、はい、でもシラーと似てる系品種みたいな、うん、ヘッパリーさが出る品種っていうのの中にはモンドゥーズはやっぱり、ね、あるんで、うん、似てる、シラーより脂質軽いけど、うん、おまあでももしあるとしたら、うん、まあ、ブラウンフィンキッシュも僕結構シラーっぽいスパイス感じるんですけど、モンドゥーズの方がタンニンが控えめですよね、ブラウンフィンキッシュの方がストラクチャーがありますよね、うん、まあ、その違いかなと思います、うん、でも似てます、似てますね、めちゃくちゃ、うん、いや故障系ってなった時に、はい、やっぱオーストリアってやっぱりこう、まあ、グリューナフェルトリーナーがあったりとかするやっぱり故障系のやっぱり品種って結構多いなっていうふうなのもあってからそっち系に行っちゃったんだけど、うん、そうか、ちょっとまだモンドゥースっていうのをもう一回ちゃんと捉え直さなきゃいけないな、惜しいですね、これは、うん、惜しいですね、21か、うん、度数 12.5% ですね、うん、はい、ということで、はい、オーストリアにしてはちょっと、はい、あのドライポプリみたいな印象は少ないかなとは思ったんですけれども、私の中ではもうペッパーの香りがするともうシラーかスバイゲルとかフラフレキッシュぐらいしかなかったので、ちょっといい勉強になりました、ありがとうございます、パストロミみたいです、あ、そうなんですよね、はい、だからその、まあ、シャルキトリー系とかでそういう系でも、うん、いいですね、いいですよね、うん、はい、ということで皆さん気になったらぜひモンドゥーズ飲んでみてほしいなと、まあ、ビストロとかね本当に出てきてほしい、めちゃくちゃいいですよ、はい、ではありがとうございます、乾杯、ありがとうございます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 、よっしゃやったぜ、体育倉庫に入った石灰が綺麗に整ってない時みたいな、うん、なんかこう、うわーってなりましたね、うん、勉強になりました、はい、いやもう、はい、なんかもうボクシングのセコンド、熱くて熱くて、だからさ、自分が無理ならタオル投げ込んで自分で投げ込んで